いや昨日のさ任天堂ダイレクト見た？星のカービィ Wii デラックスだっけ。いやカービィ Wii のリメイクさめっちゃやりたかったからすげえ嬉しいんだけどさ、久しぶりにカービィ Wii の画像を見て思ったんだけど、デデデ大王あんな顔だったっけ。どうもこんにちは、ということでスターライズやっていこうかなって思うんですけど、前回でアナザーディメンションヒーローズを完全クリアしたんで、まあこれ星の〇〇とアルティメットチョイスが残ってるんで、まあこれやろうかなって思うんですけど、この星の〇〇ってさ俺全くわかんないんだよねこれ。スターフレンズでゴー、いきます。初めから、あ、主役はフレンズヘルパー、あーなんかカービィじゃなくてこういうなんかフレンズヘルパーとかを使って進んでいくみたいな、そういう感じか。タイムアタック&大冒険、はいはいはい。何これ、世界に散らばるレベルアップハートを攻撃体力素早さ集めてみんなでレベルアップ、フレンズアートで仲間を増やす、あ、さらに増やせんだ、フレンズがフレンズ増やすみたいな、そういうこともできるんだね。うわめっちゃいる、あ、なんか鍵とかかかってんだけど、あ、敵キャラ全員使えるみたいな、そういう感じ。あのフレンズ能力持ってるやつ、わーすごい。ちょっと待って、ちょブレードナイトから行く、星のブレードナイト、お前らもう主役になったんだな、とうとうこの剣に誓って、はははははかっけー。やってみるか。これもさ、なんかメラーガソードとかできたりすんのかな。レディー、これタイムアタックっしょ、やばい、急いでいかないといけないってことか。で、これで X でまず、はい、仲間にする。まあ、さすがにブレードナイトは、なんていうの、あの、説明みたいな感じかな。あ、まあ、攻撃はなんかメタナイトと同じ感じか。ちょっと待って、これ、説明あるんじゃない？ありましたね。私もあの人のような剣の使い手に、緑の戦士が自らの剣に誓いを立てる、それは剣の道を極め、世界を制するソードマスターになること、炎で風で電撃で新たな剣技で突き進め、だって。まあなんか攻撃方法は基本的にまあソードと一緒っていう感じかな。なんか新しいステージができるのさ結構激アツじゃない？あ、これさ切った方がいいんじゃない？切ったらなんか、おい、ハート来た、オッケーオッケーオッケー。この金のハートはなんだ？なんか左側に集めるみたいなあるけど、素早さレベル1、あれ一番右か。とりあえずこのなんか3つのハートを集めた方がいいってことかな。これピースだ、ピースもあるんだね、イラストピースもしっかりとありますよと。はいはいはい、どんどん進んでいきます。これ待って、これまず2人で、はい、サーキブル頼むわ、頼むわサーキブル、ナイスで、おっおっお、めっちゃハート出てくる、ハート思ってリロあんな。で入ります。これももしかして収集しないといけないみたいな、それともなんか道中に絶対出てくるみたいな、こいつ仲間にできんじゃない？できそう。色違いのブレードナイトを仲間にしました、オッケー。で集めて、バーニンレオもいるね、これメラーガソードあります、ありますね、はい来たー、オッケーいいね、なんかブレードナイト使えるの新しい。あ、ここなんかさ燃やせんじゃない？燃やしたら何かが出てくると、ハートが出てきます、はい。で倒しちゃって、ここ切って草も燃やす、これハート出てくるんじゃない？オッケー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 。これさ時間なんか早くクリアするとさなんかいいことあんのかな。まあとりあえずこれは燃やしつつ切りますよと、はい完璧です、完璧です。で、ゲットと、はい来たー、攻撃レベル1、レベル2とかレベル3があるってこと？これはじゃあ、で真ん中のハートがまだ集まってないんで、それも集めていきましょうね。いいね、めっちゃ取れる、いいよいいよいいよ。でマジでさカービィウィー、カービィウィーのさなんていうの、あの俺今スターライズやってるじゃん、ストーリー的にさ先にあれだよな、あのウィーのリメイクやりたかったけど、いやーまあこれはねしょうがないね本当に。いやでも Wii のねデラックスも絶対ねちょっとやりたいなとは思ってるわけなんですよ、来年に期待で。取れます、ハート、あれレベル2だ、真ん中のハートだけ出てこない、これは一旦仲間にして、ブレードナイト変えるか。じゃあてかなんかフレンズエルバー体力少なくね、あこんな少なかったっけ、待ってとりあえず、おい燃やすぜメテオエンド、あそんな攻撃あったっけ、おいおい熱い、あ早っ、秒だったね今のは。じゃあサーキブル変えて、エグゼイ、あぶねびっくりした、ハゲハゲがいた、宝箱、これはおい来たー、体力レベル1、はい消化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 、オッケーで取っちゃって、これでレベル2と、おーなんか足速くなった気がする、あすげえ素早さこれ上げたいな、めっちゃ素早さ結構重要じゃない。でここはさすがに4人で、はいみんな引っ張ってチリ頑張って、オッケーで落とすと、はい
でもなんかね、俺 Wii のね、デラックスごめんね、なんかスターライズやってんのにめちゃくちゃ Wii の話してるけど、入ります。で俺なんかね、正直なんかマホロワの正体はまあまあスターライズやってる時点でだいぶわかるんですけど、あれなんか見覚えあるステージやな、なんかあれ序盤こんな感じなかったっけステージ。え、でも結構長いな、一体一体が割とボリュームあるね。で、ボタン押します。おえー、ええ、ドリームフレンズもいけるんですか。じゃあマホロワ行きますか。リメイク決定したんだね。はい、てん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 。まあ僕あのマホロワの正体知ってるんですけど、知ってるんですけど、なんかあの自分でやったわけじゃないから、星のカービィ Wii はちょっとね、マジでね、なんていうの、普通にやってみたいわ。なんかあんまり覚えてないですね。ハルカンドラが出てくるぐらいなことは覚えてるんですけど、それ以外はあんま覚えてないんですよね。もうハルカンドラでだいぶ重要感だいぶ確信ついてるよな、ハルカンドラって。なんか何この BGM、 わー、ヨーヨーあったんだ。なんか急に BGM 変わったな。いいね、ここの BGM 好きだわ。 OK で、あ、こ、草、あ、こ、氷でも切れるんだな。一応剣さえあれば切れる的な感じが。はい、助走していきます。 OK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 、 助走していきます。はい、切るよ、どんどん雑草切っていくよ。はい、はい、ラストピースもらうぜ。これ1ステージだいたい最速で何分ぐらいでクリアできるもんなんだろうな。あ、来た。これで、2人か、2人2人で分かれる感じ。なんかハルカンドラっていう、なんだっけ、なんか文明人がアーダコーダみたいなえ、てかなんかさ、こう、あれ、なんかもしかしてなんかリメイクなのかわかんないけど、なんか似たようなステージやったよな、なんか。あれ、俺が覚えてないだけで。なんかさ、普通にさ、ステージ1とかのやつをさ、普通になんかリメイクというか、リメイクというかなんかやりな、フレンズエルパリやり直してるみたいな、そういう感じかな、これ。まあとりあえず行くぜ、行くぞ。あー、出た。あ、やっぱやったよな、ここ。なんかワドルディ転がってきてたもん。で、これでクソデカワドルディが転がってくる。あ、壊せないんだっけ。あーペーパーマリオみたいになっちゃった、ペーパーマリオみたいになっちゃったっていうやつもなんか言った気がするわ、俺序盤に。めっちゃ序盤に、オッケー、序盤に。で、行くよ、進むよ。で、これはここ待ち、ワドルディは無視、破壊しちゃって。これなんかワドルディさ、落ちた後なんかあるんだっけ。これなんか崩れた後にわーいみたいな感じで出てこなかったっけ。あれ、出てこ、来るか。はい、ということで行きましょう。めちゃくちゃ、うわーい、え、これあれか、あれボス誰だろう。というか一旦進んじゃって、あー、これ導火線つけないといけない感じか。じゃあ俺入っとくから、みんな万人に早く早く入って、早く早く、オッケーオッケーオッケー、なんかかわいいこれ大砲入ってんのかわいいよな。あ、やっぱここもやったわ。なんかお前が取るんかいみたいな流れになった気がするわ。はい、俺が取る。素早さ、おい、足速くなるね、いいね。どんどん強化されて、なんていうの、この後のフレンズもめっちゃなんか楽になるみたいな感じか。はい、やりました。あ、間違った。で、これで、これあれか、なんだっけ、これ列車だっけ。オッケー、はい、スキップ容赦なくスキップするぜ。エグゾー、あ、これワドルディさ、これ撃退できんのかな。か正面から来そうじゃない。で、これはまずジャンプ、はい、いいよ、いい感じ、ポーで、ポー、はい、ポー、下行って、これも下だね、下行って、はい、これ一周するか、これ、あ、回りそうだね。で、回ってまた戻って戻ってきて上に行く、はい、なるほどね。うえ、なんかあのワドルディさ、でかくね。あ、で、ハートがめっちゃあると、あ、来たー、いいね。あ、なんか次ボス戦みたいな BGM 流れてきた。はい、取ります。攻撃もレベル上がります。レレンチンチン、オッケー。で、多分そろそろゴールなんじゃないか、この感じ。なんかそんな感じするけど、あ、無敵キャンディーもあんの。え、てかマジでボリュームやばくないか。で、無敵キャンディーでもう倒しまくって、倒しまくって、はい、全部無視、全部無視、はい、全部、何、待って、下いけない、オッケー。で、取る、なんだこれ、ハート取る、素早さ上がる、素早さレベル4だいぶ早いんじゃないか。オッケー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 、無視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 、無理ー、オッケー、はい、無理ー、あ、ここやった、やったわ、ここ。なんか俺なんだっけ、あのピース逃した気がするわ、ここ最初やった時に。で、ここにもあります、イラストピースありがとうございます。オッケー、で、取ります。はい、これ100個集まったらなんか黄色いハートなんかあんのかな。で、はい、あ、トゥルリンピンピンですか、これは。黄色いハートがトゥルリンピンピンで、左側のあのなんていうの、あ、これはまあいいか、ちょっとメラーガの方がいいか、もしかして。あ、お前じゃない、お前じゃない、ちょっとちょっと、あ、違う、マオラじゃない、マオラじゃないです。お、来た、炎も出せるんか、お前、そういえば忘れてたぜ。そういえば炎も出せるんだったな。多分この感じはウィスピーツなんじゃないか。あ、でもこれ2人じゃ燃やせないんだっけ。いけ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 、とりあえずレン、はい、いけいけいけ、待って、メテオエンドって入れてんだっけ。
こっからの、オッケー来たー、早っ、即即だね、これは。で、まず一旦浮かんで、なんか攻撃上がってるおかげかわかんないけど、すげえなんか秒で倒せんだけど、早っ早っ、かわいそう、ま、え、あ、待って、あ、まあ一緒か、これは一緒だな、さすがに、さすがに、おい、あれ、あ、ここも一緒だ、使い回し。え、中間ポイント、え、なにこれ、え、どういうこと、え、どういうこと、なにこれ、てかブレイドナイト一生いるんだけど、すごくないか、なんかずーっとブレイドナイトなんだけど、これ使うのか、あ、これ赤エクストラステージか、てーんてー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 のやつね、なんかシステムがいまだによく分かってないんだよな、これの。とりあえずこれやっちゃって、でもこれ別になんかストーリーとあんま関係ないのかな、待って、オッケー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 、で進んでいきます、あ、これさ下のやつもやった方がよかったんかな、待って、あ、下いけないのか、あ、ちょっとミスったかもしんない、これ、これはあ、これさなんか方向正解とかあるんだよ確か、でこれは、ここが正解なんですよね、あったな、そういえば、ハズレと正解の場所がこうなんか分かれてて、箱壊さないと分かんないんだよな、これ正直あれだよな、なんか覚えてれば正解分かるよな、でもこれちょっと、どっち、いや見えない、下なんだこれ、下が正解っぽい、これはウォーターで行った方が早い気がするけど、まあとりあえずこう壊しちゃって、あ、行きたー、素早さのレベルがどんどん上がる、エグゾーブレイドナイト進め、早い早いよブレイドナイト、これなんか上あったよな確か、確かこれね上行ける場所があった気がするんですけど、バーニンレオがいる、まあこいつは無視しちゃって、多分そんなめっちゃいいもんがあるっていうわけではない気がするから、こっち行っちゃって、ここはあれ、ここ切ったらあるんだっけ、あー鍵ね、あーワープスターが、ワープスターが穴で挟まってる、でこっち行っちゃって、はい4人でレッツゴー、頼むわ、いきます、で、あのバニレオは潰れます。かわいそすぎる、はい、なんかやっぱ記憶があるわ、うわ、なに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 、え、あー、ここもやったな、なんか、あ、でもこの BGM もなんか昔あったよな、全部なんか同じステージをフレンズでやってるみたいな感じか、ちょっと待って、これ火つけ忘れたかもしんない、あー、ついてる、もうみんな火ついてるよ、早く早く守ろう、ナイス、オッケー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 、頼むわ頼むわ、守ろう、いけ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 、はい、ジュバババババババ、レッツゴー、レッツゴーで破壊して、これハートがあるな、これどんどん強化されます、多分上にあるんじゃないの、あ、これあれか、真ん中から来たー、攻撃アップ、あ、いや攻撃アップとか取ってるからボス戦も余裕だったんかな、じゃあ今までのボス戦全部やるってことなんかな、まだデデデいるし、普通に普通にデデデいるし、何それ、すごいな、ちょっと待って、一旦じゃあ、うわー、びっくりしたー、あ、じゃあデデデも戦うんだな、これオッケーで、あ、バリッカ、バリッカでもいいな、剣バリッカソードかっけんだよな、マホロはちょっとやってくんねえかな、待って、なんか普通にいる、あ、来た、バリッカー、バリッカ来ちゃう、で倒します、おい、行くぜ、百列切り、バグジー、あ、バグジーとか仲間にしても楽しそうかも、避けるよ、やばいやばい、行け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 、オッケー、強っ、はいや、秒で倒せんな、これバーニンレオ変えるか、バーニンレオ変えて、これ電気つけられるんですよね、これね、行きます、またじゃあ一旦ちょっとデデデまでぬるっと倒したいね、これは、あ、なにこれ、え、これ何、おお、すごい、あ、マックスになった、え、すげえ、全マックスになった、そんなチート、あ、なんか出てない、え、マックスになるとさ、なんでなんか軌道出てんだけど、後ろから残像だみたいな感じで、え、なんか出てる、え、デデデ瞬殺していい、マジで秒で殺していいか、俺デデデのこと申し訳ないが、申し訳ないが、デデデ秒殺させてもらうぜ、ここで飯食ってるんだろうけど、スキップさせてもらう、はい、で、まあ説明は変わんないよね、別に、あ、俺てか俺デデデ読んだっけ、最初一番最初やってるっけ、まさかあのデデデだ、あれ、まあまあまあ、あ、かわいい、あ、デデデ大王、これあれか、オッケー、デデデ大王まだちょっと顔デカめなんだよ、なんかさ、カービィウィーのリメイクとさ、なんていうの、スターなんだっけ、ディスカバリーか、ディスカバリーちょっとさ、こんな目大きくなかったよな、で、スキップして、はい、久しぶりに見たこのデカデレレ、おい、オッケー、はい、倒すで、いけ、あ、これこう食らないか、うん、で、これは地面開きます、ステージ変わった瞬間にすぐ倒すわ、おら、逆、うーん、逆、うーん、
逆、オッケー、メテオエンド終わり。はいや、秒で終わったわ、みんな。秒殺です、秒殺。はい、レベルクリア来た。これでブレイドナイト終わりかな。1ステージ12分ぐらいか。え、めっちゃ多くない？じゃあ、え、何十体でキャラクターいたよ、めちゃくちゃ。相当やり込みあるな、このゲーム、そう考えると。はい、あ、でベストタイム、あ、これ自分で競うみたいな感じ。え、これ次のレベルってやったらどうなんの、これ。え、一旦これタイトル戻って、え、これ一生ブレイドナイトってこと、これ。ね、これ勘違いしてたんですけど、これレベル1からレベル5のステージを1人のキャラクターで最後までやるみたいな、なんか俺1人のキャラクターになんか別々のステージが1個あるみたいな、そういうもんだとなんかずっと思ってたんですけど、違うっぽいっすね。あー、じゃあどうする、え、どうしよう。だったらさ、コピー能力とかいっぱい使ってたから、このビビッティアか川崎とかがなんかちょっと中ボスっぽくてレアじゃん。じゃあ川崎で行っていいか、俺。ねえ、川崎でやらせてほしいわ。とりあえず1面はカットで、まあ2面からやるみたいな感じでいきますか。星の国川崎、突撃魂の料理に行きます。これ説明とかもちゃんとあるんかな。ちょっと川崎で序盤だけサクッとやっちゃうわ。おい、来た川崎。めっちゃ食器投げる。お前料理人が食器投げんな。お玉、あ、お玉とか使えるんだな。で、説明が、究極のメニュー、ごくり、ぜひ食べたいですね。川崎こんな感じじゃなかったっけ。そんなメニューを求め、あのコックが突撃。世界の果てには一体どんなまだ見ぬ料理が眠っているのだろうか。考えただけでグルメなコックのよだれはもう止まりません。で、技がお玉、上お玉、食器、そのまんますぎないね、そのまんますぎん。で、クッキンポットと最後の晩餐。あー、これあれか、時間が経てばだから、煮込みフレンズと鍋ぶっぱフレンズか。なるほど、長押しの時間によって変わるんだな、これは。オッケー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 。じゃあちょっと川崎で進んでいきます。ああ川崎で進んでいくわ。行くぜ川崎。いや川崎この攻撃マジでね、正面に弱すぎてね、あの突っ込むと普通に攻撃食らって死にそうになるっていうね。待って、なんか仲間増やしたいな。ドリームフレンズなんか仲間にできないかな。お、これは転がりですね。はい、入ります。毎回そのさ、なんかコック棒取るとさ、なんかハゲるからおもろいんだよな。いくぞー、突っ込むぜ。で、破壊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 、ナイス。で、これで、いや、これジャンプ気をつけないと普通に死ぬからな。あれ、なんかさ、2ステージ目ってこんな感じだったっけ。マジでもうさ、意外とスターアライズ始めてからもうさ1ヶ月ぐらい経ってるから、序盤は結構早く更新してたけど、最近はちょっと、あー怖いんだけど、怖いんですけど、あのメインチャンネルとかをしっかりやんなくちゃいけないなみたいなこともあったんで、あのそんなにねめっちゃ定期的に更新できてなかったんで、期間空いちゃったりしたんですけど、もう全然ステージ覚えてない、もう空いちゃったせいで。わあ、来た、あ、ここ覚えてるわ、あったわこんなステージ。これなんか下にねレインボーピースあったの、めっちゃ見逃した記憶あるわ。しかもそれが川崎のせいっていうね、川崎と戦ってなんか興奮したせいで普通に見逃すっていう。危ないよ。あ、空中でお玉出せんのいいな、これ。このお玉何製なんだろうな、この伸びるお玉ね。ちょ、不思議じゃない素材。何製なんだろう。で、倒しちゃって、はい。倒すぜ。ちょっとバグジーそろそろなんか変えてもいいかもな。上。で、あとちゃっかりダークメタナイト君も仲間にしてます。あの、普通に強いんで。ダークメタナイト普通に強くない？お、来た。体力。これあの、レベル1、レベル2、レベル3みたいな感じで、まあ、それごとに、なんていうの、ハートのレベル下がっちゃうっぽいっすね、毎回。リセットに入るっぽい。で、これで、うわ、空中じゃなくて水中で炎出してるわ。このバーニンレオが一番強い、多分。バーニンレオの個体の中で。水中で炎出したら相当じゃない？ね、これ取っちゃって、うわー。はい、お玉だったら倒せるんです。上お玉出せないわ。水中上お玉できないのか、これ。うわ、ちょっとそれ厄介だな、川崎。これじゃあさ、ハイネスとかまでやんのかな？なんかこれボス戦ずっとやるっぽいから、デレレと来たら次多分メタナイトとかしよう。え、全部やる感じなんすかね、もしかしたら。で、このまま進んじゃってこいつ倒す。はい、オッケー、ナイス。あ、やっぱやったことあるステージな、基本的には。なんかリミックス的な感じだよね、これ。あ、ここ視力検査した記憶あるもん、ここ。あ、やっぱそうだわ。で、ピース取りつつの上進みます。これ実は上とかに隠れたりしないか、さすがにか。
さすがにね。じゃあもう余計なことはせず入りましょう。あれ最後のさ、なんかハート最後のなんかまとめてあるやつってさ、あれってさ1レベルしか上がんないのかな、それともなんか全部もうマックスまで上がるようになってんのかな。まあ取り逃しちゃったんか、しょうがないね。じゃあもう全部上げちゃおっかなみたいな、そういう感じのシステムだったりすんのかな。で、ちょ、バグジー変えて、川崎ってなんかさ、能力できない？あー、できないか、さすがに。さすがにだよな。あ、待って、これダークメタナイトちょっとさ、バリッカにしたいんだけど、してくんない？オッケー、ナイス、ナイス、ナイス。やっぱ水中だったらバリッカみたいなとこ、あー、顔、でかい、こいつの方が。なんか、お前の方がでかくないか。いけ、鍋ぶっぱ。オッケー、オッケー、オッケー。あれ？煮込みかな、これ。ちょっとミスったかも。いけ。あー、煮込んじゃったかも。あ、普通に煮込んじゃったわ。ミス。あ、やばい、料理されちゃう。くそ。俺が料理したいのに。いけ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 、オラオラオラ、ナイス、オラ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 、うりー。よし、なんかあの川崎ちょっとでかかったんだけど、なんかで、ここ下なんだよね。はい、ここ見逃さないで。あ、もしかしてさ、今までのさレインボーピースとかがあった場所にも攻撃力とかのハートがあるっていう感じかな。お、氷ステージ来たね。で、これはなんだ。あー、これあれかな、猿かな。これ猿パターンくせえな、多分吊り橋なんじゃないのこれ。あ、来たね、これ。で、まずは、これでバウンドさせる。バウンドさせて、はい。完璧です。もう、猿の扱いにはもうめっちゃ慣れてるから、俺。で、猿で鍵開けさせる。もう一回入れなかったっけ？来たー、ハート。ナイス。で、攻撃も上がりますよと。攻撃力上がると、マジで強くなるからな、ボス戦とか。ね、倒します。ね、はい、入ります。あ、なに？な、必ずしもボス戦で中間ポイントっていうわけではないんだね。じゃあこのままちょっと進んじゃいますか。まあ、うわ、何？火山。あ、そっか、なんかメタナイトの時もなんかこんなポップスターこんな感じだったよね。なんかいろいろ氷だったり水だったりみたいな、ポップスターがなんか一気に楽しめますよっていう感じのやつね、このステージは。はいはいはい、じゃあこれ絶対メタナイトだ。まあ、メタナイトぐらいしかいないんですけど、多分。オッケー、進んでいくぜ。やばいよ、やばいよ。はいはい、で、ハートあったけど無視、もうタイムアタックするわ、俺。最速メタナイト狙います。オッケーで、川崎のホバリングチートじゃない、これ。なんかね、カービィあんなさ空気入れて膨らませてんのにさ、川崎のこの浮き方なんなんこれ。いや、フレンズエルバー全員そうだけどさ、いや、なんかデデデとかさ、メタナイトはまださ飛ぶじゃん、飛ぶけどフレンズエルパーの浮き方ちょっとずるくない？これ。これ上あってんの確か。上あって、一応取るか、これ。で、ここにハートがあって、オッケーオッケーオッケー。体力だけかな？多分、そんなないと思うけど、オッケー。じゃあ、いきますか。うえー、落ちていくぜ。で、ここあります。いいよ。あ、来た！かわいい。エクストラステージか、これ。ペペペペペペ。なんだっけ、この BGM。なんか、星のカービィ2だか3だか。あ、夢の泉かな？もう全然わかんない。とりあえず全部いっとけば当たるだろう方式で、このまま入るよ。はい、来たー。え、これもう即いけんじゃねえ、マジで。マジで、ドゥ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 。これもなんか夢の泉かなんかで聞いたような、そんなような記憶あるけど、適当したらごめんなさいってことで、いきます。あー、水中苦手、水中苦手だよ。わー、お玉がマジで、お玉結構、うお、すごくね、一番目まで当たんのさ、お玉の範やばくないか、意外と。マジで何せこのお玉、ほんとにそれだけが一生気になってるわ。なんでこんな伸びるの。形状記憶お玉、形状記憶お玉だな、完全に。で、だからのハートは無視して、ここなんかない？あー、黄色ね。じゃあこのまま進んでいきます。で、あー、ここもか。よいしょ、倒して、で、はい、いろんな方向から出てきます。で、最後下、あー、真下かい、そっちね。結構早めに行けばなんか10分ぐらいでなんかクリアできそうだな、普通に。で、これ上あるよね、上あるんですよね、これ。ここ隠れてます、ワドルディが寝てます、かわいい。倒す行くぜ。また戻ってくるんですね、これで。で、これで動く。はい、まあ、これは道なりに行っちゃってサクッと、またうわー、来たね。煮込む鍋、あー、待って、間違った、間違って煮込みやってた。鍋ぶっぱ入れたかったな、鍋ぶっぱ強えんだよな、マジで。ミスター、結構なんか火力高い気がするわ。で、なんかもう食いに来てるな、こいつが。やばい、俺のメロンソーダは絶対渡さん、メロンソーダは渡さん。いけいけ、おいおい、強っマジ強い、マジ強いわ。あー、食われる、助けて、メタナイト、よし、ナイス。オッケーオッケーオッケー、よしよし。あ、待って、せっかくだからチリ仲間にすっか。バーニンレオ変えるか。じゃあアイスにしましょうかね、炎じゃなくて。で、ここも進むけど、ムシ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 、なんかいっぱい撃ってくれ。やっぱ取ればよかった、これ。最後来るんじゃない、これ。あー、ピースか。
あ、来るか、来たー、素早さ、素早さだけレベル上げておきたいよね、やっぱ移動速くなるから。いいけど、あ、これは上に飛ぶ感じ。おーおいおいおい、急に事故んない、これ大丈夫？オッケー。なんかこういうなんかさ、雑魚的戦が結構多いんだよな、このなんていうの、星の丸々は。スターフレンズでこう、これ多いわ。ナイス、メタナイト、メタナイトのあの範囲攻撃一緒やっててほしいわ。倒しちゃう、はい、ナイス。で、お、来た、攻撃枠アップ入ります、いいぞ。わー、来たー、出たー、洞窟大探検みたいなやつ。いや、俺あれなんだよな、 2D のカービィをやって思ったんだけど、やっぱ改めてさ、おい、来たー、体力。 3D のさ、ディスカバリーさ、やっぱめっちゃおもろくなかった？いや、これもこれでいいけど、やっぱ 3D なんかさ、なんていうの、俺さ、めっちゃボス戦とかでさ、被弾しまくるじゃん。それで思ったのが、 3D マジであの攻撃が避けやすいってやつね。で、 3D とかのカービィもなんかいろいろやりたいわ、もっとね。アプレとかで増えたらまた嬉しいんだけど。早い、痛い、早い、痛い。上登ります、うえ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 。いや、これマジお玉冷えるから痛いぜ。ゴールドに当たんないように味方が全部当たっていく、当たっていく。はい、ナイスジャンプ、はい、ナイスジャンプ、痛い。オッケー、ジャンプナイス、よいしょー。で、扉入る、痛い、オッケー。お、何、なんだこの BGM、 聞き覚えがあるけど分からん。これは、あえ、雑魚敵戦、食器投げまくります。はい、マジでモラハラ夫、モラハラ夫、ヒステリック、妻、行きます。やっぱモラハラするやつか、ヒステリックな人がこういう食器を投げがち。オッケー、物に当たるからね、やっぱ。あ、どっち、これ、あ、上ね。あ、どんどんエレベーターシステムね、これは。はいはいはい、また新しいのが来ますよと。上お玉、上お玉強い、普通に上お玉強いです、マジで上お玉強い。はい、最強、オッケー、ナイス。で、おお、めっちゃ来たー、全部これで。あ、やっぱ1個しか上がんないのか、攻撃のハートを取り逃してるっぽいな、これ。なるほどな、オールアップ的な感じか。オッケーオッケー、了解。あ、これはもうメタナイトが待ってる音するぜ、これ完全に。押しちゃって、はい、いきます。申し訳ないが、即死でやらさせていただこうと思います。かかってこいよ。これ剣取るとことかあんのかな。川崎お玉しか持てないけど大丈夫？なんかゲットアウトみたいな、ゲットイットかなんかなかったっけ。痛い、オッケー。食器マジミスっちゃうんだよな、横のお玉出るかなと思ったけど食器投げちゃうみたいな、そういうパターンがあるとちょっと痛いんですよね。で、あ、ないね。来たね、メタナイト。はい、高校の騎士、行くぞ、高校のグルメ。まずは長押しで鍋ぶっぱりいきます。いけるか、うん、来たー、はい、レッツゴー。さあ、どう、これで。あ、結構食らってるね。よし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 、ね、これで終わらせます。あとはもうお玉で終わらせるわ。どこ行った、メタナイト。これ上お玉届きますよ、これ。届くんですね、上お玉、強い、上お玉が強いです、皆さん。危ない、いけ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 。ゴリ押しにも程がある、ゴリ押しにも程がある、これ川崎。マジゴリ押し、これ OK。 ダークメタナイトなんかメタナイトなんかちょっと正直分かってなかったな、あんま。な、時折多分ダークメタナイト俺殴ってたわ。はい、 OK、 レベルクリアーで、レベル2もステージ2もクリアしましたよと。あっ、来たー、あ、かわいい。あ、クーとかいる。雲の上ドリーム。グーイとかカインとかいるから、ピッチもいるね。星のカービィ3のやつか、これ。あ、リックか、これ、よく見ると。かわいよ。よし、レベル2クリア。オッケーだな。じゃあ、ちょっとレベル3まで行っちゃおうかな、次。ね。来たー。怖いね、音が。あ、ネスパいる。あ、ネスパ欲しいな。コンセの代わりにネスパにするか。ネスパ仲間にしたい。バリッカなんかさ、なんかバリッカってなんかさ、強くない？なんか俺がなんか普通にさ、ただただなんていうの、スパーク系がかっこいいっていう思ってるだけの補正が入ってるかな。なんかバリッカなんかさ、特段強い気がするんだよな。オッケー、まあとりあえずちょっとあれだな、ハートはしっかり集めておきたいけど、まあ、先進みますか。で、オッケー、あー、やばい、ゴルドが危ないよ。最初体力めっちゃ少ないんだよな。オッケー、体力ハートないと多分すぐ死ぬわ、マジで。オッケー、で、倒しちゃう。防衛してるわ。ジャイアン、ジャイアンがいるよ。オッケー、上お玉。で、こいつ倒しちゃう。倒しちゃう。はい。オッケー、進むぜ。あ、来た、スピードハート。はい、素早さレベル1。いくぜ。
で、これでボタンを押して上進みます。あ、痛い、やばい、ちょっと待って、これ煮込みフレンズ出すかどっかで、雑魚的ラッシュみたいなあったらちょっと使うしかねえなこれは。お、攻撃アップ、オッケー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 、食べ物欲しい、来るか、なんかそろそろ来そうな感じあるなこれは。いや来ないか、スカーフィーがめっちゃいるだけか。あ、なんかある、ここピースあるんすよね、オッケー。でじゃあ先進みましょう。いやピピピピじゃない、その音ちょっとビビるからやめて、本当にピピピピ。でポケモンのさ瀕死の時の音も、危ない、危なかった今、食器出てて前突っ込みそうになったわ、危ねえ。いやああいうのがあるんすよね川崎は、操作ミス。あれ、ん、なんだこれ、でかい扉があるな、あれサンマ館来るか、もしあら、あ、ポンターとかいたな、そういえば。ちょっと待って、一旦これは煮込みフレンズして飯食うわ、これ死にかねん、これは普通に。いたな、ポンコン、ポンコンだっけ、ポンコンさん、ポンコンさん、ちょっと飯飯飯飯飯飯飯、ナイスナイスナイス、飯食わせて、あ、オッケーオッケー、殴れ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 、あいつが行く前に殴れ、オッケーナイス、オッケー倒せるもんなんだな、意外と、意外と倒せるもんだな。食器投げまくります、はいはいはい、方向してる間に殴るわ。で食器いけいけいけ、レッツゴー、ナイス、早っ、一瞬で終わったんだけど、早くない？やばい。でコーンがいるから、ちょっとコーンかかってこい、コーン、うれ、やばいやばいやばい、後ろから、後ろからひたすらお玉を消さな、確定だお前、いけ、どっちから来る、いけー、俺に出会う前にいけ、ナイス、危ねえ。で倒すと、これでハートもらえるのかな、あれもしかしてサンマ感全部来るかこれ、このステージ、だって中間到達ポイントでも何でもないもんなこれ。来たー、え、なんか来そうな予感ある、あるよーこれね、ええ、ちょっと急に BGM がなんか止まんのやめてくんない、 OK いきます。てかハートもらえないんだなあいつらね、おーかっこいいね。いやでもこれはなんだっけ、ジャマハルダだっけ、あれなんか要塞あったよな、え、来そうだなこれ。となってくるとさ、レベル4とレベル5ってさ、あれ、あ、そっか、なんかいっぱいボスいたなまだね、レベル4レベル5はボス戦多くなりそう。きたー、やっと体力増えた、体力少ないのが一番しんどいわ。 OK で、はい、やります。これはなんだ、吊り橋か、また猿ゲー、猿ゲーっぽいな、これは来いよ、猿猿来いよ、え、これこれ、あ、こうだね、でこうです、ゆっくりね、でバウンドしてすぐ下、はい、で一旦落ち着きからの、はい、完璧一発マジで猿うまい俺。いや、川崎のお玉にもさメラーがつけてほしかったよね、やっぱ料理人だったら。でボタン押します、きたー、ハート2つも来た、これはいいぞ、素早さやっぱ欲しいね、よし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 、やっぱ料理人だったらねメラーが欲しかったよな。で進みます、進みます、危ない、危ないよー、入ります。でとなってくるとあれか、え、サンマ館来るって考えたら、あ、待って、これウォーターないと歯車壊せないんだよな、ネスパーとバリッカーダークメタナイトは正解か、まあ、チリーはあれで使えるか、あいつ、あのなんだっけ、フランルージュ、フランルージュ使えるから、あ、ウォーターに変えてもよかったかもな、今もう出てこないかな、さすがに一回倒しちゃったら。 OK、 ハート来た、素早さ上がります、オッケー、よいしょ、倒しちゃって、ネスパーめっちゃいる、ネスパーめっちゃいるんだけど、あ、待って、これ、あ、来た、プルアンナ、プルアンナーで、じゃあチリーをプルアンナに変えます、はい、で、これでこのまま、あ、来た、攻撃も上がります、急に上がるようになってきたね、これで進むぜ、はい、いつ来るかな、なんかそろそろ来てもおかしくないんじゃないか、この流れは来るな、これは。ポンセがいる、ポンセはまあ別にいなくて、あ、バーニンレオいらないか、バリッカとウォーターあれば大体こと足りるっぽいやな、これは。待って、ネスパーが真相だな、これ煮込んだ方が良かったかもな、まあ、ポンセに変えても良かったな、ちょ今見てなかったな、来たね、一旦ちょっと体力回復のために煮込みます、煮込んで回復優先な、これちょっと鍋ぶっぱしたかったけど、やめて、ちょっと待って、やめて、ちょ料理中に攻撃しないでください、本当にこっちは料理中ですよ。で、これは、振ってくるね、振ってくるね、食器投げまくります、いけ、直で食器投げまくれ、なんか別に弱点つかなくても普通に殺せそうなんだけど、俺たちの攻撃力高すぎて。これお玉届くんですよ皆さん、お玉マジで強え、おい、お玉強すぎだろ。
え、マジでお玉強くない？あれまだ中間じゃないんだ、しかも。そっか、中間はルージュかな。で最後になんだっけ、パルメザンチーズが来る的な感じかな。てかさ、ドリームフレンズロット最近見ないな。来ないかな。サンマ館仲間にしてや。でこれ進んじゃって、はいはいはい、体力ハートどっかに落ちてないかな。もうゴリ押し進み。あ、いい。あ、なんかここなんかどっかにあった気がすんな、これ。ここなんかね、むずかった記憶あるわ。タイミングよくいかないと死ぬからな。今いけんじゃない？即打ち、即打ち我慢します。で上行って、あ、いい、もうすぐ行け、すぐ行け、すぐ、あぶねえ。オッケー。あ、これでもう意外とクリアか。なんかぬるっといけたわ。で破壊、体力きた。オッケーオッケーオッケー。で体力増えます。あ、待って、もうすぐじゃないこれ。なんかもう早いわ。でチリとかいるけど、まあ、いやー、どうしよう。悩むな。チリにしとくか。じゃあネスパー変えましょう。まあ少しでもなんか氷とか火消せそうなやつ。まあお玉で大体こと足りるんだけど、一応な、念のために。何かあったら困るからな。はい、ルージュ来ました。俺鍋鍋鍋鍋鍋。あ、強い。もう死にそう、こいつ。食器投げたら終わりそうじゃね。はい、オッケー。でこれでどうなる。あ、待って、どこ移動する。やめてやめてやめて。導火線来るか。やばい、串刺しになれる。とりあえず殴りまくって、あ、待って、終わりそう。危ない。あー、やばい、捕まれた。コック川崎美味しそう。正直なんかコック川崎なんかさ、ちょっと油乗ってて美味しそうだよな。はい、死にます。助けてフラン、助けてフラン、内行助けて。俺俺俺、終わった。あんま弱点とか考えない方がいいかもしんない。もうドリームフレンズで行けそうだったらドリームフレンズで行った方がいい気がする、これは全部。はい、完璧です。行きましょう。じゃあステージ3クリアしちゃおう、このまま行くぞ。なーにこれ、いきなりこのボスラッシュみたいな。やったれ、みんな行ったれ行ったれ行ったれ。わあ、こいつ後ろから行かないとダメだからね。やっぱサンマ感欲しいな。やっぱ属性、属性いっぱい出せるって割と強みだと思うわ、普通に。で倒しちゃって、やばすぎる。ちょっと鍋ぶっぱ、あ、終わったわ。あー、鍋ぶっぱ、あー、痛めちゃった、ごめんなさい。痛めるはおかしいから、煮込んじゃったわ。まあちょっと回復も欲しいからな、とりあえず。アイス1個少な。オッケー、食べます。で回復していくか。いいね、ここの BGM 好き。これまたエレベ、うわー、逆に降ってくる感じね。でスピード上がります。はいはいはい、イラストも撮って、オッケー。なんか全部ぜ、うわー、きたー、64。いいね、エクストラステージのやつはこれ。やっぱ64の BGM はいいよな。64ビーチ。いけ。あー、川崎が来た。川崎勝負来たな。やめてやめて、食器投げて、食器、オッケー、終わった、早い。あ、川崎仲間にしてみようかな、試しに。試しに、やっぱこいつの方がなんかちょっと、あ、そこは同じになる。痛い痛い。仲間になるとちっちゃくなるんだな。中ボスの時だけでかくなるみたいな。で、ハート。いや、なんか川崎が2人喜んで、ちょっと可愛かったな、なんか。で入ります。入るで、ずっとこの BGM がいいな、この64のやつ。あー、変わっちゃった。あー、でもまあ、これもこれで。OK。あ、でもこれさ、64じゃないんだよね、これ確か。待って、これ怖い。はい。で、進んじゃって、潰されないようにね、気をつけてね。うわ、これちょっとむずい気がする。あ、いい、今。あ、これクロスする感じか。上行って、即打ちはちょっと危険だからやめとくわ。これで、今、オッケー。で、これでハートがありますよと。だいぶもう集まってきてね、体力以外はもう最後取れるから、体力集まれば もう完璧だ。完璧、完璧。なんか発音終わってなかった今、完璧って。オッケー。ハゲが、ハゲ増えたって。オッケー。川崎の列車可愛くない？これ、車掌さん。めっちゃ可愛いんだけど。進んでいきます。はい、出発進行。サクサクゲーミングです、ここは。さすがにね、もうなんだかんだ一回やってますから、このステージ。はい、覚えてねえけど。マジで、あ、なんかやったような、やってないようなみたいな。記憶力がマジ年々衰えていく、ジジイになってくわ。で、ぐる、おい、来たー、おい、来たー。もうこれでじゃあラストか。ハートだけ1個取り逃してる感じっぽいな、これは。でててー。はい、オールアップ。来てー。まあ、別に体力なんていらないんですよ。食らう前に倒すからな。関係ない。関係ないんですね。うわ、で、近い。急に近い、川崎が。
あ、これもなんか列車みたいなありそうだったな。これ帰り道なんか壊せそうな場所今あったね。オッケー、倒しちゃって。危ない、危ないって言いながら食らうのやめなさい、やめなさい。オッケー、やばい、ちょウォーターで倒すわ。ナイスナイスで、オッケー。ちょっと、あれ、あ、後から体力マックス来るんだ。これてっきり俺あれで終わりかと思ってたわ。そういう固定観念にとらわれんのは良くないっちゅう話ですか、これは。で、これ多分この感じはボスが来そうですね。よし、倒すはパルメザンチーズ、行きましょう。はいはい。そっか、あれか、ステージなんか再利用してるだけで別に帰ってくるっていうわけではないんだね。ね、一個も、お、来たー。はい、ライガのサンマ感、まあ、一応確認したけど、やっぱもう一回だけ見ておこうかな。多分変わんないような、うん、変わんないわ。一緒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 。鍋ムッパ行くぜ。やばいやばいやばい、攻撃だ。いけ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 。オッケー。あ、これやってる時ってさ、もしかして後ろ下がってるから食らわない攻撃。え、強くね、無敵状態になれるんだけど。強っ。で、半分食らわせる。で、真ん中来てからの、鍋で終わり。おい、お玉で終わりじゃい、お前は。はい、はい、はい。もうあの、なんていうの、関連とか関係なく鍋で終わる。鍋じゃねえ、お玉な。強すぎ、川崎、マジで。はい、完璧。ダブルハゲ。フォースハゲ一回やりてえな。ね。よし、ってことで、もう結構いい時間になったんじゃないか。ね。え、じゃあもう次回、あれかな、レベル4、レベル5で終わりかな。一旦今日はこれぐらいで終わりにしようかなと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。いや、川崎、意外とチートか？